たくさん資料あるんですけど、本当のところはですね、いろいろと何回も継ぎ足していったようなものでして、実は途中で紹介しますが、対象国が増えたりしますと、その都度資料、表が、図表が増えていくというような形で、膨らんできた調査です。まあ、こういうタイトルはつけたんですけども、その内容についても話していけるというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。いろいろと図表が出てきますが、まあ、個人的にはそれほどややこしくはないはずだというふうに思ってるんですけれども、喋っていきたいと思います。最初ですけれども、こう、アジアの諸地域なんですけれども、少子化、高齢化が進んでいるということと、まあ、女性の地位拡大とか権利拡大といったグローバルな文脈の中にあって、家族の変化ということは常に語られていることであります。で、まあ、アジアの家族っていうと、家父長制的っていうか、儒教的というか、そういうものですけれども、まあ、男性優位を象徴するものとして、これ、あまり旧体制的なものだというふうに見なされることが多いです。わざわざポスト家父長制世界と使いましたけど、さほど大きな意味があるっていうよりは、むしろ男性優位の価値観や実践が後進性の証拠と見なされる世界というふうに、これは勝手に私が定義してるんですけども、いつから始まったかっていうと、これはあんまり議論はされてないと思うんですけども、まあ、最近特に、例えばジェンダーのなんとか指数とかっていうのでランキングが出てくるとかいうふうになってくると、明らかにこのポスト家父長制世界の、まあ、世界的な、基準の中にいるというように思うわけですね。で、人口動態、教育機会、就業構造など、こう、アジアの諸地域に共通する変化のトレンドとか変化のパターンについて、データも揃ってきて、我々観察することが、できるわけなんです。で、ちょっとこちら側から見て説明いたしますが、これは皆さんもよくご存知の合計特殊出生率の推移というグラフです。で、少子化が進んでいるというようになんですけれども、日本は変化してるというふうに思うんですが、こういうふうに書いてしまうと、一番停滞し、変化の乏しい社会であることがわかるんですけれども、今回、この今までの研究の中で扱った、8つの国地域と、台湾が入りますので地域というふうに呼んでるんですけれども、見ていただくとわかりますように、1970年からこれは2005年までですから、さらにもう少し足していきますと、さらに収斂するような傾向が強まっているということなんですね。で、これは、合計特殊出生率の変化なんですけれども、まあ、韓国や、日本、台湾の低さっていうのはもうとても有名なんですけれども、ベトナムとかタイとかを見ましても、一挙に20年か30年の間で、進んだわけですね。その他、初婚年齢の上昇とか、核家族化とか、女性の機会、教育機会とか、就業機会の拡大など、そういうトレンドを、まあ、追っていきますと、アジアの諸国、地域、共通するような社会変化を確認することができるんです。で、下に挙げたのはレビュー論文からなんですけれども、まあ、人口構成急激な変化していて、比較的、大きな変化があるんですけれども、家族形成や家族関係に対する期待には大きな変化が生じておらず、両者のギャップがアジアの家族を特徴づけるというふうにも指摘されているわけですね。で、これは今日、話の中でもういくつか出てくるように思います。で、いくつも社会学の理論があるんですけれども、最も当てはまりにくいところがアジアっていうように言われていることもあって、機能主義的修練論というのは産業化が進めば進むほど、どこの国も同じような家族形態になって、夫婦家族の形態になっていくというような、議論が出ていたんですけれども、それ以降は多様性を説明するというふうな方向で最近も出てきます。あと、この4つについては、後の方でレジュメにも紹介していると思いますので、ここで紹介することは、紹介せずに、次に行きたいと思います。理論的な説明があって、マクロな統計データも整備されているんですけれども、私たちがやりましたのは、2006年に、東アジア社会調査といって、俗称 EASS と、呼んでます、2006年の日本、韓国、中国、台湾の調査で、ここで家族意識を調べるモジュールをですね、4つの、国地域で開発しました。で、16年に、10年の変化を研究するというので、同じモジュールを用いて再調査をしています。
で、これは、京都大学の、グローバル COE で親密圏と公共圏の再編成を目指すアジア拠点、落合恵美子先生が、リーダーでしたけれども、そのプロジェクトとして、調査をしましょうよという話になりまして、実施し始めたものです。どういう調査かといいますと、先ほど見ました EASS2006 で開発された家族モジュールを用いて、様々な家族意識の調査ですね。実は割と一つしか使ってないんですけども、この研究、私の研究っていうのは。2010年以降に、タイ、ベトナム、マレーシア、カタール、インド、トルコと、実施してきたものです。ただちょっと私の実力でとデータのクオリティというので、カタールとインドについてはまだ、触っていないというかデータを分析していないというところがあります。それから限界もありまして EASS っていうのは、いわゆる社会調査で、相加多段抽出ということで、ランダムサンプリングによる調査なんです。しかし、グローバル COE でやりました調査っていうのは、都市対象ですね。タイだったらバンコク周辺とかハノイ周辺とかというのに、エリアサンプルとある地域に何ケース取ってくるという割り当て法で、取ってきた調査ということになっています。ですから、クオリティ自体は、ESS から比べると、低いと言わざるを得ないし、いろいろ限界はあるわけです。でも、やっていきますと、それなりにですね、面白いというところは発見できました。そのような調査です。で、今日の発表ですが、今、喋った後ですが、この後、少し、補足がついていまして、その後から、若干、比較研究の視点のようなことを紹介して、その後、年齢別出生率の、動向というのでグラフを作ってまして、これは皆さんあんまり見たことがないかもしれませんが、ちょっと私が工夫してやっているようなものです。で、その特徴から研究対象の国のとか地域の特性を見るということをやっています。それから ESS2006 と、CAFS と我々は呼んでますけれども、その分析結果で、いろいろ項目があるんですけれども、単純に性別役割分業意識。夫は外で働き、妻は家事を、家庭を守るというこの意識ですね。この意識項目と、家事参加、一週間に何回ぐらい夕食を作ってるかという単純なやつですね。これを使って、やった、分析結果を紹介したいと思います。他の研究仲間がいろいろ他の調査をデータを使っているということもありますので、私はこの2つというのに割と限定してやっているところがございます。それで、ずっとなんか大層な設定でやってるかっていうと、実は正直なところですね、むちゃむちゃ単純なことから始めたんですね。じゃあどうしましょうっていうふうにして始めた、分析の一番最初に出した研究会の、結果がありまして、これなんでだろうというようなことを思って、皆さんもこの結果を共有していただくと、私がなぜこれをやっているかっていうのが大体共有していただけるんじゃないかと思います。で、それは、不評1と書いたのは、いわゆる夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだっていう調査項目です。これ1点から7点で、平均値を出しまして、国別のデータで、並べたものです。下の不評2っていうのは、家事頻度の比較で男性と女性に分けまして、夕食、後で説明しますけど、どういう尺度を使ってる、夕食とか洗濯とか掃除とか、この回数ですね。これが1だったら週に1回やってるという意味です。ですから1点から7点までの間で、できるようになってます。ですから5点ぐらい切ると週5回やってるというふうな尺度を換算するわけですね。で、これで、不評1を見ていただくとわかるんですが、日本、韓国っていうのは比較的低いわけですね。ということは、この、6つの社会の中で、最もですね、性別役割分業に対しては、肯定的ではなくて否定的な方にぶれるわけですね。で、タイとかベトナムの方がより、肯定的だという社会です。なるほどね、というふうに思うわけなんですけれども、その次にやったのが、この下の表なんですね。家事頻度の比較なんです。これ、日本の男っていうのは1終わりますよね。週1回やってるかやってない、
まあ、やってる人、週1回、多くの人は週1回もやってないということになりまして、女性は夕食とかで5を超えますので、週5日か6日は必ずやっているというようなことです。で、これを各国別に見ていったら、タイとベトナム、タイを見たときに、あれと、男の頻度が高いじゃないということになるんですよね。それからベトナムもまあまあそこそこ高いと。で、中国も似てると。いうふうなことになって、あ、台湾は低いよね、というような、バリエーションが出てくると思います。それで、一応こう、不評1から考えて、外で働いて妻は家庭を守るべきだということを考えて、タイとかベトナムを見ると、もう少し男性は低いと予想したんですが、そうではないということなんですよね。で、韓国とか日本とかになると極端に男性はしないと。だけど、意識の上では、この、6つを並べたときには、最も平等に近いような意識に触れると。こういうところがあったんですね。で、さて、どうしたもんだと。これはどういうふうにして説明していくんだというようなことで、今日の話は全部それを説明できているかというと、必ずしもそうではないんですけれども、いや、では、年齢の違いはどうだろうとか、それから、学歴の違いはどうだろうというようなことで、データを、いくつか分析していって、まあ、話を作っていったというような経緯で、この話はですね、作られてきたというようなことなんです。で、その前のスライドに書いてるのは、その説明でして、不評の1っていうのは、さっき言いましたように、性別役割分離意識の比較でして、1点から7点で、平均得点はタイとかベトナムの方が高い。で、家事頻度、男性の家事頻度を見たら、これは先ほど言いましたように、ほとんど毎日から、年に1回程度全くしていないまでの得点を、数値を入れて計算して、1週間あたりの回数に換算しているっていうようなやり方です。そうするとタイとベトナムの方が高いと。で、タイ、ベトナムの性別役割分業、タイ、ベトナムっていうのは性別役割分業を肯定するんだけど、家事頻度も高いと。どうなってんだというようなところから、スタートしたということになります。ですから、いろいろデータ出てくるんですけれども、特に、年齢別の出生率の変化とかっていうところが結構、面白いところでして、タイとベトナムと、まあ、日本とか韓国とはかなり違うところがあるんですね。そういうところがありますよということを予告して、大体これを、どうしようと言って、順次、分析を進めていって国が増えていったというのが、この研究の経緯で、まだ終わったのかどうかというのは、まだやっているようなところですが、この辺のデータを共有していただくと、少しは、問題意識を共有してくれいただけるんじゃないかなというようには思っています。よろしいでしょうか。これが大体、序論っていうか、イントロダクションの部分ではあります。次はですね、比較研究の視点で、高学歴化と家族変動ですが、これは、まあ、一般的な社会学の、前置きのようなお話になります。高等教育の拡大っていうの、機会の拡大っていうのは、まあ、アジア諸国、世界ですけれども、アジア諸国地域においても共通した現象であると。で、経済発展の水準にも差があって、文化的伝統も異なるにもかかわらず、拡大してきたと。で、ほぼ、ホワイトカラー職に、専門職やキャリアのあるホワイトカラー職に結びつくということが自明視されているわけで、男女の平等の推進が社会変革のための政策目標になっていることは、まあ皆さん、我々よく知っていることです。で、というわけで、まあ良い教育というか、高等教育まで受けた女性というのは、性別役割分業型の社会システムに変化をもたらす担い手であると。まあ多くのところでは、そのように見なされているはずです。で、機能主義的修練論というのが昔ありまして、昔っていうか、60年代に流行りまして、その時は性別役割分業型の夫婦家族ですね。というか、夫は外で働き、妻は家事をするとかっていうのが、ちょうどその補完関係として産業社会に適合すると。ですから、このような家族形態が、1950年代のアメリカで一般化したんですけれども、夫婦家族
に、世界的に修練するというような、予測があって、それは非常に影響力が強かったんですけれども、ずっとそれ以降の70年代以降の展開というのは、この仮説の否定なんですね。で、女性の高齢化と就業機会が拡大しても、ということで、性別役割分業型は変わってきたんだけど、別に家族は崩壊したわけでもないし、産業社会に適応できなかったというわけでもないというようなことを展開してきたことではあります。まあ、そういうわけで、じゃあ、その多様性が出てきたということについてどういうような説明の仕方があるのかということで、いくつか、紹介していきたいと思います。で、一つは、スピン・アンデルセンというんですけども、福祉レジーム論というのがありまして、私はこれをよく使うんですが、社会民主主義型、北欧型ですね、保守ドイツ型、自由主義型っていうふうに分けて、まあ、日本とかアジア諸国、とか、南欧っていうのを家族主義レジームというのに分類しています。で、人々の福祉は家族との関係を通してのみ生み出されると。家族形成や子育てを促進するというよりも、家族のメンバーの相互依存関係が、まあ、世代的に継承されるというか、そういうような、傾向が強い社会です。で、このレジームで分類される社会では、既婚女性が家庭にいて子育てや高齢者のケアを行うと、担うということが期待されていました。それで、女性の教育機会と職業機会が向上すると、家族形成と両立しないと。ですから、初婚年齢が上昇して子供数が減少していくと。そういうこと点から、まあ、出生率が最低水準にある日本とかスペインとかイタリアが家族主義レジームに分類されていますし、よく似たところというのは韓国や台湾にもあると。まあ、このようにして、この福祉レジーム論から、こう、家族主義レジームというのを導き出してきて、で、それでアジアの社会を説明するというようなのが一つです。もう一つ、テルボンというケンブリッジ大学の先生です。先生だった人ですけども、名誉教授ですけども、博覧教授の人です。日本、家族研究というのを、世界の家族研究というのを読んで、まあ、本を作るというような博覧教授の人でして、私も読んだんですが、わからないところがかなり多い本ではあります。が、言ってることはですね、どういう本かというと、世界全体の家族変動を家父長制とか結婚性行動、出生率に注目して、詳細に分類して、どういうシステムがあるかということを、まあ、記述的に導いた本です。で、この本でもやっぱり言われていることは、50年代から60年代にかけて、まあ、修練傾向が見られたということ。それから、70年以降はですね、政策的な介入や、まあ、資本や労働力の流入、流出といった、グローバルな主力が関わってきて、地域の伝統や文化との差異との混交によって家族形態が多様になっていますよ。特に、女性の教育機会の拡大というのが あるから、それで、男女平等と個人の権利の尊重を謳う世界文化というのが浸透しつつある。で、男性優位の家族関係というのの基盤を崩してきている。ただし、それぞれの地域では地政文化的な差異と混じり合うために家族の多様性と複雑性が増大してきているということで、本の中で多様性と複雑性を書いてくださるので、なかなか太刀打ちできないところはありますが、まあ、そのような本です。その中で、7つの地政文化的家族システムというのを描いていて、あれは関係するところだけを得られているんですけれども、あとはそのヨーロッパ型とか、アフリカだとか、南アジアだとか、そういうところも書かれているんですけども、これだけは一応取り上げています。まあ、ここで言う儒教的東アジア家族ということで、儒教的な家父長制の影響が残った社会で、それは韓国を典型とすると。しかし、アメリカによる占領とか共産主義によって、変革の手が入っている。それから、目覚ましい経済発展を遂げてきた地域でもあると。で、制度的な改革が進んで、女性の機会も拡大してきたんだけども、家父長制的な日常活動の変化というのは遅いというふうに、まあ、記述されている地域です。
タイとマレーシアというと、これは東南アジア型家族に分類されるんですけども、まあ、分析していったらわかりますように、タイとマレーシアでは全然異なって、マレーシアはどちらかというと、多民族なんですけども、類似した傾向が非常に強くて、機会が、女性の機会とか、就業機会とかあんまり拡大してない。タイはむしろそうではないというようなことでして、まあ、ただ書かれていることは、アジアの中で家父長制の影響力が弱い地域である。家族構造は総形成、つまり母系性と、形成と、こう、混交みたいなところがあると。それから仏教から家族への関与や関心は乏しい。で、マレー半島の文化的関心もそもそもは女性の自由度が比較的高い。ですから、最近マレーシアについて書かれたものをちょこちょこ見たりしたんですけれども、昔は、女性も活躍していた社会なんだっていうようなことを再度強調したりする。そういうようなところがあります。で、女性の未婚率が結構高まっているところでもあります。あと、トルコまでは、実は私はあんまり、まあ、なんか専門の人に聞く程度なんですけれども、こうイスタンブールについて書いてありますが、今回トルコの用いている調査は、アンカラです。まあ、世俗化と近代化が進み、ヨーロッパとの関係も深い地域で、まあ、イスラムの伝統とが混交しているところである。ただまあ、イスラムの圏の中では西洋的な価値観とかライフスタイルというのが、かなり浸透しているところであります。テルボンさん言うことには、ここでも高等教育の拡大が、まあ、イスラム的な家父長制の基盤を弱体化させるであろうということを、まあ、予測して書いているようなところがあります。というので、今2つやったんですけども、韓国のチャンさんっていうソウル大学の先生が、コンプレスモダニティって圧縮された近代化論というのを捉えていました。これは、これも、まあ、使えるところがありますので、一応紹介をしておきます。急速な経済的、政治的、社会的転換を経験した韓国に焦点を当てた議論でして、西洋的な近代というのを半世紀以内に圧縮して経験してしまったんだ。西洋的な近代と社会秩序やプライベートな生活に対する圧倒的な家父長制的規範の影響力とかは混交してしまっている社会だと。で、それが、まあ、韓国における社会現象を複雑化させているんだという議論ですよね。それで、まあ、そのまま使えないんですけども、後から出てくるんですけども、韓国のデータを見てますと、学歴差とか、年齢差っていうのは非常に顕著に出るんですね。つまり、非常に短期間で社会変化を起きますので、世代差とか教育レベルの差によって、家族における意識や行動の違いが出てきます。で、それが割とこの、圧縮された近代化論というのが当てはまるところだということで、まあ、その点について、データを読むことができると思います。まあ、このようなところを背景にして、まあ、アジアの諸地域の家族変動と家族意識を比較研究すると。で、やってみましょうというようなことで、やり始めて、今もやっているというか、まだ報告し、書籍の論文を要求されているところなんですけども、ということです。まあ、学歴差に注目して、共通性と多様性を検討してみましょうと。まあ、視点はそういうところに置いています。で、ただ、アジアの比較家族調査というのは、クロスセクショナルな社会調査データですので、まあ、時系列的な変化を探求できなくて、学歴差から読み取れるところを、考えてみると。学歴差とか年齢差から読み取れるところを考えてみるというようなことしかできませんでした。ようやく、2016年に東アジア社会調査の方で、ESS の方で、10年間の、同じ、比較ができる調査が出来上がってきて、2019年、2年ぐらい、2、3年前から、ようやくデータが使えるようになってきて、それを分析した結果については、今日紹介することが、できるというような段階です。というようなのが、今まで、喋ってきた、ここです。それで、続いて、以上を背景にして、どんなことを具体的にやっていたかということなんですけれども、年齢別出生率の動向というのを、
見ていきたいと思います。なぜこれをやったかと言いますと、ここに書きましたように、図1で見たように、出生率っていうのは70年の時は非常に出生率は多様であって、まずほとんど2005年までにですね、急速に少子化が進行して、出生率自体を見るとどこの国も同じになってきた。修練傾向ですね。日本は最も変化が乏しいと。ただし、この少子化の過程というのは、みんな同じように変化したのかというと、必ずしもそうではないんですね。この年齢別出生率の変化を見るということによって、こう変化のパターンに違いがあるということが出てきます。これが、強調、ここで取り上げて皆さんに、見ていただきたいなというような図表です。で、修練というと小さな山になるんですね。多様性というのはこの変化の仕方に国ごとの違いがありましたよということが言いたいわけです。それで、出生率の中でも、年齢別出生率というのを用います。で、これは、ある年齢の母親が1年間に産んだ子供の数をその年齢の女性数で割った値です。で、その合計が、合計特殊出生率というように我々が言っていて、女性、1人当たり 1.2 何人とか、そういうようなものですね。で、これは日本を基準にして世界各国を見ることができる、ありがたいデータだと思ってるわけなんですね。で、それを示しているのが、図2です。で、これどういうことかって言いますと、まず1950年のデータを見ていただいたらわかるんですけれども、大きな山ですよね。ですから、各年齢について、特に20代から40代まで、40歳ぐらいまで、女性の、一人の女性が産む、1000人当たりの女性の、出生率というのは結構高かったというのが、ここのデータなんですね。で、1970年と75年を見ていただいたらわかるんですけれども、ちょうど25歳のあたりに山があって、結構、険しい剣型の山になっている。75年も同じですね。こういう形になっていると。で、これどういうことを意味するかっていうと、この年齢のところで、女性は子供を産む年齢っていうのはここに集中しているということなんですね。で、そこから、1990年、2000年、2007年まで作ってますけれども、どんどん山が崩れていって、で、小さな山へと変化していくというようなことなんです。で、これが、実は同じように辿っているようなところって、いくつかしかなくて、非常に日本に特徴的です。特に70年代、70年、75年のように険しい山になっている。いうような形を取るのが、非常に特徴的だということなんです。で、次に書いて、これは私が別の研究でいつも使っている女性の内服コースの1945年から49年、いわゆるこう、M 字型と言われるデータです。これは職業経歴を、学校教育を終了から振り返ってもらって、そのデータを、20歳の時に何割が働いているかとか、21歳の時は何割かというふうにして作ったものです。で、これ何が言いたいかと言いますと、ちょうど25歳っていうのを足していただくと、1945年に25歳です。だいたい25歳っていうのは、1970年代の前半になるわけですね。それから30歳っていうのは、ちょうど1970年代の後半になります。ですから、ちょうど先ほどの険しい山ができたところの、上の部分の白いところが、子供を持つ時期に当たるわけなんですね。まあ、要するに、逆さまにしているというふうな形です。このような形で、ちょうどこの1945年から49年生まれの女性のライフコースの M 字型というのと対応する形で、ここの年齢段階別出生率の山ができているというのが、このグラフから、言えることなんです。これが、日本の特徴というふうに考えていただくといいと思います。で、同じような形のグラフを発見できるのかということで、各国、データをですね、取っていったと、調べていったというのが、まずその次にやった仕事ということになります。
これは日本の、グラフについて の言葉で書いた説明なんですけども、50年と70年というののピークについての説明と、それから50年が第一ベビーブームの頃の出産パターンで、75年と75年のグラフというのは第二次ベビーブームの頃の出産パターンということになっていくと。で、徐々にそれが、低下していくというような、山が小さくなっているということになるわけなんですね。で、70年代半ばから出生率は低下を続けて、出産年齢の確実性は崩れてきていて、70年代に確立されたパターンに従う層っていうのは少なくなっているということなんです。しかし、その時作られた社会の仕組みというのがずっと残っていたりするわけで、それが、まあ、尾を引いているというか、日本の特徴をつけているということになっています。で、具体的に見るよりも、グラフを見ていただいた方が、いいと思います。韓国、台湾、中国というと、実は台湾と韓国は比較的日本とよく似てて、一旦、山ができるような、小さな山になってから、それからこう崩れ始めるというような年齢別出生率の変化のパターンというのがあります。中国もやや似たところがあります。で、先ほど言ってみました、ベトナムとタイということになりますと、変化のパターンが全然違うということが、理解していただけるんじゃないかと思います。ベトナムというのは大きな山だったんですね。で、どっかで頂きができるような、釣り型ができるかというと、そうではなくて、徐々にこう崩れていっている。で、タイも同じように、大きな山だったのが徐々に変化しているということなんですね。で、後からちょっとぐらい、書いてるかもしれませんけども、どちらの国も女性の年齢別出生、年齢段階別就業率を取ったら、M 字型にはならないんですね。台形型でそれが維持されているというようなところがあります。ですから同じ、少子化の傾向なんですけれども、ここの変化の仕方が違うということがあります。それからマレーシアとトルコっていうのはまたちょっと違って、マレーシアっていうのは、徐々に全体的に小さくなってきましたし、トルコは、比較的、早い時期に、70年代には、釣り型だったんですけれども、それがこう崩れてきているというような、ところがあります。それぞれの国について詳しくは語れないんですけれども、このような変化の仕方を見ていただくと、パターンが違ってきますよねということについては理解していただけると思います。ちなみに、欧米でアメリカ、デンマーク、イタリアっていうのを取ってみますと、全然違う、パターンは全然違いまして、アメリカもデンマークも、アメリカはほとんど、70年代から変わっていない。デンマークは、右に、つまりちょっと晩婚化が進んだけれども、山自体はそんな形は変わっていない。イタリアの場合は小さな山なんですけども、さらに小さくなっているということで、いうようなことです。ですから、アジアとこれを比べますと、日本、それから東アジア諸国、それから東南アジア諸国、イスラム圏、欧米ということのこう違いっていうのをこう読んでいただけるんじゃないかというふうに思います。というようなことをやって、まあ、東アジアの諸国というと、韓国、台湾、中国になると、70年代には20代後半にピークがあったんだけど、まあ、それで50年の日本とよく似てるんだけど、まあ、80年ぐらいまでに、まあ、低下するんだけど、日本と同じように20代に山があって、かつ、そこから山が崩れている。で、一時期これが20代後半に子供を持つ年齢というのは集中して、こう移動していくという点で日本と似ているところがありますよ。で、ベトナムとかいうと大きな山形になりますし、タイとマレーシアっていうとよく似た形状なんだけど、まあタイの方が大きな変化をしていると。トリコの場合はやや特殊で、切り立った山形っていうのが70年代にあって、そこから崩れていくというような形になっています。で、欧米でアメリカとデンマークとイタリアを
を取り上げましたけれども、これが小さな山形だというようなことなんですね。それについて、何回も説明してますけれども、ここに書いている通りで、ここに見ますように、年齢別出生率の変化のパターンがあるということと、年齢別の労働力率の変化があると、それから高学歴があると。こういうようなことを拝見しながら、家族意識との関係を検討することはできないかということを考えてきたわけです。だいぶ長く喋りましたけれども、このようなところが背景でして、ここに書いてますように、これですか。日本の場合っていうのは、大きな山から剣形になって小山になっていくと。M 字形が持続しているとか、高学歴化の中でも、まあ、ジェンダートラックと言われるようなものがまだ維持されていると。性別役割分業意識は一般的には90年代まで比較的平等化が進んだんですけども、それ以降って変化が緩やかであるとか、意識と実践とは、まあ、乖離しているとか、こういうことは言われてきたと思います。台湾はよく似てるんですけれども、女性の労働力率は M 字型から台形型へ変化しました。高学歴化も急速に進みました。というわけで、高学歴女性の機会の拡大とか地位の向上っていうのは日本よりもはるかに進んでいるっていうのがよく知られていることだと思います。まあ、そうしますと、学歴差は結構家族意識には大きくて、実践との関連も出てくるようなことになります。韓国の場合は、これは日本とよく似ていて、大きな山から剣形に変わって小山になっています。M 字型が持続していますし、高齢学歴化が急速に進んでいるんですけれども、さらに分業意識も平等化が非常に進んでいるんですけれども、学歴者世代差というものと、旧来の意識、実践との乖離というのもある。まあ、中国は、どちらかというと、やや剣形で小山に帰っていきますし、労働力率自体は台形型です。高学歴化が急速に進んで、その影響も出てくるんですけれども、まあ、地位の向上もあると。性別役割分業意識の学歴差とか、まあ、実践に関しては男女差は日本や韓国と比べて大きくはないという結果になっています。ベトナムの場合っていうのは、大きな山から小さな山が急速に変わっていくんですけれども、就業率っていうのは台形型が維持されている。高学歴化は非常に急速ですし、地位も向上も大きいと。分業意識というのは、学歴差やとか年齢差とか変化が大きいと言われていて、いうわけなんですね。ただ、調査対象となったハノイっていうのは、父系制の伝統が残っていて、中国に近いということを言われているんで、先ほどの結果でもちょっと見ましたように、中国とよく似た結果が出てきます。タイの場合は、大きな山から小さな山になりましたけれども、台形型が維持されていて、労働力率で台形型が維持されていて、さらに高学歴化で、平等化、地位の向上が進んでいると。分業意識は当然学歴差があるんですけども、実践という点になりますと、まあ、早慶制の文化だとか、妻方居住慣行だとか、比較的その、家父長的な、規則、規範が緩いというふうに言われているんですね。と、マレーシアの場合は、先ほどから言いましたように、女子の労働力率が非常に低いということです。それから、高学歴化が進行していることで、高学歴女性については機会は拡大しているんですけれども、分業意識は、結構強くて、世代化も小さい。多民族国家なんですけども、この点に関してはそれぞれの、民族ですかね、間であまり大きな差が出てこないんですね。具体的にデータ取れたんですけども、それほど大きな差は出てきません。トルコの場合も、剣形から小山形へという変化があって、労働力率が低いわけなんですね。そしてイスラム文化とか役割分業意識というのが持続していると、こういうような背景があります。というように長々と説明しましたが、このようなことを背景にしながら、まあ、やりましたデータを、読んでいただくといいと思います。ここは細かい説明は、省略させていただきたいなと思っているところで、アジア比較家族調査と呼んでます。これは GAFS と呼んでるんですけれども、それと ESS の2006で、共通の家族調査モジュールを使っているということになります。
調査の概要については、別なところにいろいろ出てるんですけれども、サンプリングの仕方だとか、回答者数だとか、そういうものについての説明でございます。東アジア調査の場合は、ここにありますような調査概要だということになっています。よろしいでしょうか。どこら辺からやっていけばいいかということになるんですが、先ほど表を見せましたところにマレーシアと実は、トルコが加わるんですけれども、トルコのデータがですね、ここまでは1点から7点の性別役割分業の尺度だったんですけれども、トルコの場合1点から5点で調査をしてしまったんで、というかトルコを担当した調査会社等々は1点から5点にしてしまったという事情があって、ここに加えることはできませんでしたが、先ほど言いましたように、ベトナム、タイというのが高くて、実はマレーシアを入れますと、もっと、性別役割分業意識の肯定感というのは高くなります。で、どういうことをやっていったかと言いますと、それを男女別に分け、かつ高等教育レベルとそれ以外ということで、教育レベルを分けて分析していって、各国別に得点を並べていったというのが、ここの分析結果です。まず、マレーシアだけは、見たら分かりますように、教育レベルの差がないんですね。で、非常にこう、性別役割分業を肯定するというようなことになっています。で、日本、韓国、台湾と見るんですが、韓国と台湾の女性を見ていただくと、教育レベルによって大きな違いがあるということは分かると思います。中国も比較的高いんですけども、タイやベトナムでも同じような傾向が見られて、教育レベルによる性別役割分業意識の差異というのが比較的大きい、女性の場合特に大きい社会と、日本を見ていただいたら分かりますように、確かに教育レベルの差はあるんですけれども、他国に比べてその差は小さいというようなことが出てくると思います。こういうところが、まず性別役割分業意識でやりました研究の結果になります。そこの説明はここに、書いてありますので、再度、振り返っていただいたら、いいかもしれないんですけれども、今申しましたことを書いていると思います。で、ここにも高学歴の特徴を加えていると思うんですけども、マレーシア以外、性別役割分野に対しては否定的であるということですね。で、いうことです。それから韓国と台湾と、否定的だ、より否定的だと。まあ、同様の差異も見られるんですけども、日本の場合はさっき申しましたように、あまり大きくないと。それから、高学歴の男性ですけれども、マレーシア以外は、タイの男性が最も性別役割に肯定的なんですね。一方、台湾の男性っていうのは否定的だとか、先ほど言いましたように、日本の場合は学歴差が小さいとか、というふうなことが出てきます。で、少し、韓国と、台湾について、高学歴が急速に進んで、先ほど言いました、圧縮された近代なんかが当てはまるような、結果で、高学歴の差が出てくるというのがここの特徴です。それが、ここです。で、何をやってるかと言いますと、次にやってますのは重回帰分析でして、馴染みがない方でも、それほど難しく読んでいただかなくても結構でして、この傾向、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだということに対して、年齢の効果と教育の効果を確かめている。つまり、プラスであれば、年齢がプラスであれば、年齢が高いほど、この意見を支持する。で、教育は5段階分かれてまして、マイナスであれば、教育が高いほど、この意見に対して否定的であるというようなことです。で、単純にこの2つの独立変数を使って、各国のこの効果を確かめて、見たということになります。で、アジャスティッド R の事情っていうのは当てはまり度でして、この値が高いほどですね、この2つの独立変数で、
その国の夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだという従属変数のバリエーションを説明できる。説明力が高い。ということは、どういうことかというと、年齢が高いほど肯定して、年齢が低いほど否定する。それから教育が高いほど否定して、教育が低いほど肯定するという傾向が強いと。で、それによって説明できる割合が大きいということを言うわけなんですね。で、明らかに、日本、韓国、中国、台湾、タイというのは両方とも優位差が出てますので、説明できるわけですね。だけど、日本とか中国では説明力はさほど大きくなくて、韓国と台湾というのは非常に大きく説明できると。で、ベトナムは年齢差っていうのはそんなないんだけど、教育レベルにおける差っていうのは明確に出る。で、マレーシアは年齢差はちょっとあるんですけれども、それも不思議なことに、年齢が高いほど否定するっていうようなことが出ていまして、いうようなことが出ています。で、教育のレベルによる差っていうのは出てきませんし、こう説明力が低いので、非常に当てはまりにくいということですので、重回帰分析はあんまりうまくいかない例です、ね。ですから、この2つの変数によってあまりうまく説明できないというのがマレーシア。トルコも一応計算はできるんですけれども、教育レベルの差だけは、優位に出るということでして、女性の場合の結果というのは、このように読めるわけなんですね。男性の結果というのもありまして、それは、ここで見ていただくような結果です。まず、マレーシアとかトルコとかっていうのは、年齢とか教育によって説明できないんで、これは、これなりに重要なことでして、その国の中で差異がないっていうことなんですね。で、その他の国を見ていただきますと、まあ、一応日本、韓国、中国、台湾、タイというのは、タイは、教育のレベルと年齢っていうのは、多少の差異はありますが、影響力があります。効果があります。年齢が高いほど肯定して、低いほど否定して、教育が高いほど否定して、教育が低いほど肯定する。例えば日本は小さいんですけれども、先ほどから言ってますように、やや優位差は出ます。タイの場合は年齢差はないんだけど、教育レベルによる男性の違いがあります。ベトナムも同じように年齢差はないんですけども、教育レベルによる差があるというような結果になっています。長々と書いています説明は、そのことについて、説明しているところで、先ほどから、韓国と台湾の例を言っていますように、決定係数が高いという点について強調していること。それから日本の女性も同じなんだけど、適合度があまり高くない。ですから、回答がどちらとも言えないという中間的なところに集中すると。そういうのも一応原因でしょう。それから年齢段階の、影響が弱いということは、社会変化がそんなに急速に進んではいないというようなことも意味しますので、まあそのような結果を出しているわけなんです。すいません。逆ですね。大体よろしいでしょうか。何か疑問点ありましたら、言っていただくとありがたいかもしれないですけども、少し、進めてみたいと思います。家事参加ですが、先ほど説明しましたように、頻度で、どれくらいの頻度で夕食を準備しますかとか、掃除をしますかというのに、ほとんど毎日したら7点になるような、換算の仕方をして、夕食の準備と洗濯と家の掃除について、尋ねています。20歳から40歳を対象にして出してるんですけども、さらに既婚女性で教育レベル別というように、細かい分析をずっと蓄えしているわけなんですね。先ほど、紹介したものに、マレーシアと、これはトルコも取りますので、それを加えた表です。結果は、よく似てまして、その通りでして、タイ、ベトナムが高くて、日本が、の男性が低いということと、マレーシア、とかトルコを入れても、特に大きな特徴というよりは、まあ、男性もそこそこやってるよというような結果にはなると思います。で、これを、既婚にします。既婚にして、
男女別に分けて、さらに教育レベル別に分けるというので、サンプル数が確保できるところまでギリギリ頑張ってみるというような分析をしています。まあ、日本が一番分かりやすいですよね。女性の場合は教育レベルが高くても低くても、毎日やっていると。夕食とか洗濯は毎日、ほぼ毎日。で、男性の場合は1位以下になってしまう。韓国とか、は1位は超えるんですけども、男女差は非常に大きいですよね、ということになります。中国もそうなんですけども、台湾を見ていただいたらいいと思うんですけども、女性の高学歴レベルというのは、実は低くなって、教育のレベルの差っていうのもありますし、高学歴の男性と女性との間で、男女差っていうのが小さくなっているということなんですね。で、タイはですね、意外なんですけれども、高学歴男性の方がよくやっているという結果になります。ですから、性別役割分業意識はタイの高学歴の男性の方が平等が高いんですけれども、実践と比較的結びついていてっていうような結果になって、男女差が非常に、小さくなる社会ということになります。ベトナムも、女性の学歴差っていうのはなくて、両方とも、高学歴を低学歴を女性も、両方とも同じぐらいの家事頻度ですし、男性については、まあ、よく中国と似ている、ハノイですので、中国で似ているというようなことを言われます。トルコ、マレーシアについては、あまり明確に説明することはできないんですけれども、少なくとも日本よりは頻度は高いと。いうような結果になってますよね。というわけで、タイの男性っていうのはやっぱり興味深いですよね、というのが、このような平均値の比較から出てくることです。家事参加の程度っていうのは高いんですけども、週平均で高いわけなんですね。ですから日本っていうのは非常に低いと。台湾とか、韓国の男性もということですね。週2回以下の家事参加ですし、まあ、少々中国とは差があるとか、ベトナムの男性については同じことも言えると。それから、台湾の女性について注目したら、低いと、いうことで、男女差小さいですよ。というわけで、先ほど申しましたように、一番最初に言いましたように、まあ、タイの男性の週平均の家事参加度が高くて、性別分業間ではタイの回答者は強く性別役割を強く支持しているにもかかわらずですね、このような結果になっているということなんですね。ですから、実践のレベルとこの意識のレベルというのとは、我々の理解とは少し違うところになっています。既婚女性にしましても同じような結果が出ますよというのが、ここです。まあ、日本の場合っていうのを一番下に書いてましたけども、女性の場合は、ほぼ毎日、夕食の用意をするし、掃除もするし、男性は、週1回以下でやるというようなパターンが出てきます。で、これを同じように、家事参加を自由族変数にして、重回帰分析をするというような、仕事をいたしました。それが、ここで、紹介するものです。合成家事参加頻度っていうので、3つの家事頻度を合計して3で割ったような、単純にそういう尺度を作りました。それで、独立変数は少し簡略する化するので、高学歴を1とするダミー変数、年齢段階を50歳未満とする1、ちょっと年齢段階は全部入れないとサンプル数が減ってしまいますので、こういう操作をしています。それから性別役割分業間を独立変数で今度は入れています。で、教育レベルと性別役割分業間の影響に注目して見ていただくと、次の表はそれなりに理解できると思います。で、それで、全体に家事頻度ですので、確実性が高いために、適合度っていうのは全体に落ちますが、まず、どこを見たらいいですかね。日本を見ましょうか。日本の女性の場合です。あまり説明力高くないっていうのは、皆さん同じような、家事頻度だから、バリエーションが低いとこのような結果になります。
しかしそれでもですね、性役割意識の7ポイントですから、性別役割分業意識を肯定する女性ほど、家事頻度が高いという点は言えます。しかし、教育レベルによる差がないというのが他の国との違いです。韓国を見てみますと、教育レベルはマイナスが出ます。ということは、高等教育を受けている人ほど家事頻度は低い。中国も同じ。台湾もはっきりと大きな値で差が出ます。タイも同じように出ます。というようなことなんですね。で、ベトナムとかそういう観点からすると、教育レベルによる差はなくて、性別役割分業意識の方が出ます。で、マレーシアとトルコっていうのは、教育レベルの差が出ます。これは、よりですね、地位の高いというか、階級が高い女性ほど、おそらく、家事頻度が低いということが反映してるんだろうな、というふうに、読めるんですけれども、それ以上ですね、あまり深く分析することはできませんでした。男性がですね、これは面白いと思っていただけるかどうかはわかんないんですが、ああ、やっぱりそうかという結果が出てきます。日本を見ると典型的なんですね。高等教育を受けているか否かのダミー変数で、回帰係数がマイナスが優位差が出ます。つまり、高等教育を受けている男性ほど家事をしないという結果が出て、他国ではこの値が男性の中で優位差は出ないんですけども、こういう結果が出てきます。それから、韓国と日本だけは性別役割分業意識というのが優位差が出ます。ですから、性別役割分業意識を肯定する人ほど家事をしないというのは男性の結果ですね。で、韓国も同じく性別役割分業意識を肯定する人ほど家事をしない。逆に、否定する人ほど家事をするというわけで、こういう役割分業意識の効果というのが出てくるのが日本と韓国で、それ以外のところは出てきません。ということは、別にそういう意識に関わらず、家事をするとかっていう家族の実践というのは、こう日常生活の中に染みついて、染み込んでいるというようなことなんですね。ところが日本の場合は、高等教育を受けた人ほどしないし、性別役割分業意識で差が出てくるというような、ことです。こういうような結果が出てくるので、まあ、私が面白いなと思って、あちこちで報告している、ところの、のところです。ここを見ていただいたらわかりますように、日本の女性も同じように出ますね。教育レベルの差は出ないんですけども、性別役割分業意識で、肯定的であれば家事をするという意識が、他の国よりも結構はっきりと出てきます。台湾も当然出てくるんですけども、というような結果でございます。このようなところまで読みまして、今申しましたことがですね、ここに書いているようなことでして、台湾とか、ここのトルコまでですね、高学歴女性ほど家事頻度が低下する。で、日本とベトナムには差がないということなんですね。それから、性別役割分業観というと、日本の場合、その意識っていうのが、女性、肯定する女性ほど家事を行っているという結果も出ます。まあ、適合度は、低いんですけれども、台湾の当てはまりが比較的良好だということで、良好だということは、年齢とか意識だとかによる、で、バリエーションが説明できると。いうことなんですね。男性の場合は、さっきも言いましたように、とても当てはまりが悪いんですね。当てはまりが悪いということは、全体家事参加の度合いというのは低くて、バリエーションが乏しいということなんです。その中でも、日本だけが教育レベルでマイナスの影響が出るということでして、これは特徴だった。2006年というのが特徴だった。それから、性別役割分業観ということで、こういう意識の面が結構影響するということが出てきているのが日本と韓国だということになります。というわけで、そういう、例えば男女の平等を促進するようなこうグローバルな環境がありますし、そういう意識を高めようという、試みもたくさんあるわけですけれども、まあそういうことの影響を受けているっていうのは、むしろ韓国と日本ということにはなるんですね。
で、これ全く大以下では当てはまらないわけなんですね。で、その国の開始参加の程度というのは広く浸透していて、こうバリエーションが乏しいわけです。で、タイの男性っていうと、まあ、高学歴に関連した生活条件とか性別役割分業界では規定されずに、そういう日常的な、伝統的な文脈の中に組み込まれて、日常活動として行われていて、というような、ことが理解できるということになります。ということで、大体、儒教的な東アジア家族観という、家族というところの特徴というのが、出てくると思います。韓国と台湾では高学歴化が急速に進んで、まあ、性別役割分業化の差異と密接に関係している。ですから、台湾と韓国の高学歴女性というと、ポスト過不詳性的な価値の担い手という形で、になっていると。それから年齢差も大きいんで、こう圧縮された近代の特徴である世代差と学歴差というのが大きく出てくるわけなんですね。で、台湾の場合は、高学歴、韓国では年齢差も顕著と。日本の場合は同様の傾向は確認できるんだけど、それほどはっきりとは出てこないと。で、高学歴男性も、韓国の特徴は、韓国や台湾の特徴ははっきりとしています。というわけで、こう、高学歴化による、こう、性別役割分業感が、に差異が出てきてるんですけども、日常的な家事参加とはあまり対応していないんです。家事の負担を軽減できるような生活条件というようなものが、日本以外では高学歴女性にとってはあるわけなんですけれども、それほど日本ではないと。というわけで、性別役割分業意識というのが家事頻度に影響するようになっている。で、男性の場合は、これもバリエーションが乏しいんですけども、さっき言いましたように、意識を、で、その意識の上で指示するものほど家事参加の程度は、頻度は高いということが出てきます。後で16年との比較もやるんですけれども、そこでも、まあまあ出てくるような、トピックだというふうに思っていただくといいと思います。で、韓国と台湾の変化は急速です。に進んでいるということになります。台湾の高学歴女性というのの地位の向上というのはよく知られていることですし、家事負担を軽減する方向へと変化をしているということなんですね。で、韓国の場合はどうなるかというと、世代と学歴による分節化が進んでいると。分断というよりは、こう、細かく分かれているのが進んでいるということなんです。で、結局日本って何っていうふうに考えるんですけれども、それが一番最初に紹介した、年齢別の出生率の変化だとかで見られるように、1970年代に半ばに定着したパターンからの移行が進んでいないんですね。日常活動における移行が進んでなくて、意識の上では、平等化がやや進んできたんですけれども、そういう点では意識と行動との乖離も2006年の調査を見る限りは大きいと。で、ですから家事負担に対して日本の男性だけが高学歴が負の影響を示すと。いうので、これを海外で発表すると、やっぱりというふうに言われるわけなんですね。そういう傾向が出ているのは、ここでの特徴になります。ベトナムっていうのは、年齢別の出生率の変化のパターンというのは、東南アジア型のタイに近いようなところがあります。高学歴層が性別役割の平等を志向する傾向は最近非常に強いですし、女性の高学歴化が、地位向上と結びついているところで、そういう点からすると今変化が大きい社会でもありますから、かなり大きな変化が予想されるだろうということですし、男性の家事参加も、実際に学歴も性別役割意識も影響したいので、変化は大きくないんですけれども、ある程度こう日常的に染みついたような、組み込まれたような状況であるということになります。で、マレーシアっていうと、出生率が低下して女性の就業率も低いような段階にありまして、タイやベトナムとは異なるわけですね。性別役割分業意識も家事参加もかなり、同質的な要素があって、
トルコもマレーシアと同様なんですけれども、それが、特徴です。ただし、まあ、変化を、なんていうか、促進しようとするようなキャンペーンとか、そういうものは非常にたくさん、出てきているというような現状ではあります。まあ、ここまでやりまして、やはり、タイの分析結果が一番興味深かったですよ、ということになります。性別役割分業化を強く支持してるんだけども、やはりこう、価値とかそういうところではない部分ですね。主義的な役割だとか、そういうところでと、こういう尺度を使うと一緒になるのかもしれませんので、そういうところがあります。で、タイの家事参加は他の国、地域よりも男女平等である。はい。ただ、タイの女性に聞いてみたら、あいつら勝手にそう言ってるだけだというふうに言う人もいますけれども、こうやってデータを見る限り、実際そうですし、聞いてみますと、知り合いのタイの男性の、先生に聞いてみますと、よくやってるよっていうふうな話が出てきます。で、決してこの二つの傾向が共存するっていうことは、まあ、矛盾はしてないんだろうということになりますよね。意識の面というものと、まあ、の変化が短時間に日常行動にまで浸透するということはなかなか難しいわけで、タイの場合は逆の因果の方向を考えてみても良いだろうということになります。で、まあ、タイの場合はですね、家庭内の日常行動では意識の変化に先立って女性の地位が相対的に高いわけですね。で、若い高学歴層においては、こう、男女の平等への意識や態度の形成というのは確かに進んできていると。というわけで、今の観点からすると、比較的、平等な社会が、実現できるとしたら、このような条件が揃っているところの方が早いんだろうと。ですから、性別役割分業間以前の、日常活動というものが、改めて平等な意識とか、最近のポスト家父長制というか、ポスト近代的な、一般的なイデオロギーによって読み替えられる、そういう可能性の高い社会だということになっているわけですね。ということで、まあ、だいたいこのところまででいいのかな。韓国や日本と男女平等の意識の上ではますます支持されるようになっていても、日常活動に深く埋め込まれた性別役割分業まで変化はなかなか及ばないんだということが非常にはっきりと分かってくるということなんですね。いくらキャンペーンをしても、なかなかこうやって比較で見ると変化、大きな男女差がありますよ。ただ、男女平等を支持するものほど何回も言いますけれども、家事参加の頻度は高い傾向があると。で、台湾の場合は具体的な高学歴予想では具体的な軽減するような行動に結びついていると、いうような、事実がある。まあ、台湾や中国と東南アジアといって、女性の高学歴化が職業的地位の向上と結びついていると。ですが、私たちの仲間がやっているような研究で援助行動とか意識とかっていうのを見ますと、自分の親を援助するというと、高学歴女性なんです。台湾とか、東南アジアの国になります。というわけで、地位の向上によって、援助行動とか高まるとか、家族に対する関与というのは強くなると。こういう傾向が出てきているところだというように思っていただくと、この結果っていうのは読んでいけると思います。で、アジアの諸国地域っていうと、人口変動の側面では、こう、収斂傾向にあって、家族の形っていうのが似たようなところになっていると。言うんだけれども、変化の仕方が違ったために、やや異なるような意識だとか行動になっているということが、このような分析から言えるわけで、まあ、高学歴化が職業的地位の向上と結びつきながら進行するならば、まあ、共通した変化になるということは、まあ、常々予想されているんですけれども、まあ、テルボンさんが言ったように、伝統と絡みついて、勝って、多様性がますます高まるということもありまして、高学歴化とそれ以外
工学歴史はそれ以外との分断が進んで、それぞれの社会文化的文脈との関係から、家族意識や行動の複雑さが深まるということも、予想されるような、分析結果だということになるわけなんです。というわけで、最初に出した疑問から、答えられたところもあるし、答えられなかったところもあるんですが、このようなところまでやって、ESS2006 と CAFS で、8つの国と地域を比較した研究結果の概約というか、そういうところで、一旦ここで切って何かもう少し説明しろっていうところを言っていただくと、いいかというふうに思っています。いかがでしょうか。すいません、ここで一旦切らせていただきます。はい、ありがとうございます。では少し司会の方はですね、バトンタッチさせていただいて、ここで一旦区切りのいいところで、質問をですね、お受けするということで、実は今もうすでにチャットの方にですね、2件質問が出ているというところです。どうしましょうかね。西岡先生の方から、呼び水になればと思ってちょっと早めに書き込んだので、すでにお答えいただいた部分もあるんですけれども、なんか私の質問は本当に、初歩的なご質問でお恥ずかしいところはあるんですけれども、最初先生比較研究のところで、釣り型っていうのと、ライフコースの M 字型台形型っていうお話をくださっていて、私は、剣型になってる時に、その出世を機に仕事辞めちゃって、また後で復職するっていうのがこう M 字型なので、その剣型が現れるか現れないかっていうのと、こう台形型になるか M 字型になるかっていうのは、こう、割とこう、裏表なのかと思いきや、例えば台湾の場合は、剣型なんだけど台形型になってるとか、釣り型をこう経由してるのに台形型だとか、ちょっとどう理解すればいいのかなっていうのがまず分からなかったんですけど。すみません、説明が。台湾はあるところまで、すみません、あるところまでこの、釣り型なんですね。で、一挙に、女性の高学歴化と就業後、の就業機会の拡大みたいなものがあったんですね。しかし、高学歴層とそれ以外との間の差っていうのは結構大きいんだと思います。それで、一応こういう剣型の時に割とこういう時に規範が確立するっていうか、社会に定着するというような読み方をしてるんで、一旦この形を作った社会というのは、このようなパターンを社会の中で割と当然のものとして受け入れているというふうに、要するに年齢規範と子供を持つということと、それから就業を辞めるとか、そういうこととかこう比較的定着して広く受け入れられている社会というのが一旦出来上がっているということになるんですけど、ですから、その規範が残ったまま、女性、教育を拡大しますし、食料的地位も向上していくということなんですね。そうすると、二つの規範の間の葛藤が起こって、さらに、例えば家族形成が延期されるとか、台湾とか韓国はそうですけれども、少子化がどんどん進むというような変化をたどるというふうに読んでいくんですけれども、日本の場合は、ここで確立した規範っていうのが非常に強く残りましたよということを強調して、この年齢別の出生率の動向っていうのを読んでみたいというために、ここではわざわざ、紹介したというのが、はい、理由です。説明になってますでしょうか。よくわかりました。実を言うと、同じ東アジアで儒教の影響がある国でも、女性の社会進出という点では、随分、何と言いますか、中国や韓国と比べたときに、はい、同じ宗教国家なのにだいぶ違うなっていうような印象を受けることがよくありまして、そういったあたりともなんか重ね合わせて興味深いなと思いながら聞いておりました。ですから、学歴差が大きく出るところ、日本って出ないんですよね。ですから、このパターンが割と広く定着している結果だというふうには、理解してるんですけど、というふうに説明してるんです。はい、なるほど。あと、2つの質問は、かなり、後半のお話で、お話しだったところとも重なるんですけれど、要は学歴で、
意識や行動の違いっていうものをこう見たときに、あんまり影響しないんだなっていうふうに、なんか全体としては受け止めてしまったんですけど、その学歴が高まると同時に平等化が進むのかと思いきや、進む国と進まない国があるっていう。そうです。それって、何がその分岐点になるのかなというところが、土着の文化みたいなところなんでしょうかね。ちょっと全部紹介してないんですけども、女性の高学歴化のスピードですね。ああ。つまり、韓国とか台湾ってすごく早いんですね。早いというか、短い時間に急激に高まってる。それで、急激にその高まった時期と、例えば、世界的な平等化のうねりとか、そういうイデオロギーの浸透っていうのとは一致してるわけですね。ですから、学歴差も出ますし、年齢差も出る。うん、ところが日本のように、この最近上昇してきてますけども、80年代とか上昇の度合いが低いですよね。で、変化の度合いって日本って緩やかなんですよ。そもそも高学歴であって、出生率もそうなんですけども、実は結構緩やかなんですよ。というわけで、大きな違いが出てこない。で、むしろ、その学歴の低い人の方が平等な意識を持ったりするわけですよね。それはだからもう、学歴の変化の速度が、韓国とか、ベトナムとかタイにも当てはまると思うんですけども、高学歴化の、短い期間で高学歴化したと。で、その時に、それをサポートしたイデオロギーっていうのがあるから、それを受け取っている層と、そうでない層とに分かれるというような説明なんですけど、教育内容までちょっと僕は各国そんなにで、知識ないんで分かんないんですけども、今のところはそういう気が、そういう、例えばベトナムなんか急激に高まってますよね。で、非常にこう、平等志向の高くて、地位もありますよね。で、家事もしますし、というふうな形で活動的ですよね。うん、というふうな層と、それ以外との間の違いっていうのは出てきますよね。そんな感じがします。ああ、なるほど。ええ。ですから、ちょっと今日そこまで出してないんですけども、高学歴、女性の高学歴化のスピードですね。1990年代ぐらいから2000年代かけて、どれぐらい早く、台湾とかも韓国が非常に早く進んだっていうのは明らかですし、明らかにそれが影響力が出てるっていうようなデータの読みをしてますけども。はい。あと多分質的にも、まあ、交流されたりっていうようなところでデータを集めておられるんじゃないかと思うんですけれど、はい、その質的なデータと重ね合わせてみたときに、実はこんな姿、こういう暮らしとこう結びついてるみたいなことっていうのも、もしあれば教えていただけたらと思ったんですけど、例えば高学歴女性で、はい、思いっきり階層移動してリッチになったら、もう家事はお手伝いさんにやってもらうみたいなことも、東南アジアとかではあるんじゃないかなと思ったんですけど。ですね、それが顕著に出ているのが、まずイスラム圏ですね。マレーシアとか、トルコで確実に女性の家事分担がマイナスに出ますよね。高学歴ほど。それは出てると思います。それから台湾は明らかに出ますよね。確実に出ますよね。それから、これは私の特専門じゃないんですけども、外国人労働者が家事労働に入るとか、そういうようなところが非常に強い国ってあるんで、台湾も多分そうだったと思いますし、今日、カタールとかも我々行ったんですけども、例えば、フィリピンだとか、それから、どこでしたっけ、スリランカかな。ネパールだとか、そういうところからの移民がたくさん入ってきますよね、家事労働。そういうようなところがあって、まあそういうところを読んでいくといいんですけども、こう私がやってるのは、もう少しこう、ざっくり、ばばばっと比較しちゃうっていうようなやり方ですんで、で出てきた結果から、読めるところっていうふうに探さないと、ちょっと、崩れてしまうんで、そういうところはあると思います。と離婚率についてはちょっとわかんないんですね。ではちょっとうまく各国別には、未婚率は明らかにわかりますね。韓国、台湾っていうのは後から出てきますけれども、
確実にその、まあ、家族主義的なシステムを持ったところで高学歴化すると家族形成が遅れるとか、いう形が典型的に、日本よりも典型的に出ますよね。韓国とか台湾で。はい。ところがそのタイとかベトナムになると、そこまでこう、イデオロギーとか規範が日常活動の中に浸透していないんですね。だからプラクティカルに処理できる社会っていうのは結構あるんだということがわかります。が、それ以上はちょっとよくわからなくて、皆さんベトナムだとか、タイだとか、お歩きになった方はたくさんおられると思うんで、やはり手軽に食事もできますし、朝ごはん、それほど重厚、手を込んだ料理をする必要もなくて、簡単に、食事等々が賄えるっていうような社会でもあると、比較的、この家事参加っていうのは流動的で動きやすいんですけども、日本というのは何か非常にかしっかりとした仕組みを多分この70年代ぐらいに作ってしまったと。いうようなことを言いたいがために、この辺の データを出しているというような経緯ですね。はい。ありがとうございます。そんなところでよろしいですかね。はい。あ、次いただいている、これはちょっと私には無理です。各国の言葉の違いとか言われるとよくわかんなくて、ほとんど全部英語で喋ってますんで、ちょっとそこまで、もう少し他の方で、助けていただけられるような方が、フロアにおられたら助かるんですけど。なるほど。はい。そうですね。またフロアの方から、この個別にそれぞれ、質問に対して、チャットに出ている質問に対して、これはこうじゃないかというふうな、そういった、知見がおありでしたら、また共有できると、全体として、使うのではないかなというふうに思います。ではそれでは一旦この辺でですね、またこの後半の方に移るということで、岩井先生引き続きよろしくお願いします。 ありがとうございます。あ、10年間の変化です、ということで、実際に ESS の2006と2016を比較することができるんですね。でこれを2016年にやりまして、データが利用できたのが2年ぐらい前からでして、そこからぼそぼそとやり始めているということなんですが、同じことをやりました。表7の A と B で、性別役割分業意識の変化というのを比較できます。明らかに、4つの国地域ですね、は、値が低下しました。つまり、より平等性の方向にぶれて、ということですね。韓国が、一番平等が高いとか、いうような形で出てきます。で、興味深いのは、むしろその、次の表だと思います。皆さん、これいろんなところを注目して読めるような表なんで、一つグラフを書くことができなくて、まず、どこを見てみましょうか。台湾、韓国の、変化というのを見ていただくと分かるんですけれども、女性を見ます。高学歴の女性は確かに低下してますし、低学歴、教育レベルの低い人たちも低下しています。で、その差っていうのは、1.5 点、1.3 点とか 1.4、いくらかあるんですね。ところが日本を見ます。実は、高学歴の女性もそうでない女性も、割と減ってるんですね。しかしその差っていうのはそんなに大きくない。それから男性も、同じように減っていますが、その学歴の差ってそんな大きくないんですね。というような結果ができます。というようにして台湾とか、比べていきますと、特に中国で大きな変化が見られますね。高学歴女性っていうのは非常に得点が低下している。つまり、平等化志向が非常に強くなった。男性にも当てはまりますし、高学歴と低学歴との差っていうのも大きくなっていると。こんなような結果ができます。で、ここですね。表7の A と書いてるところですけれども、男女とも高学歴も低学歴も得点が低下して、中国の高学歴女性の
がの低下が大きい。ところがですね、今度は高学歴女性の得点を比較します。そうすると台湾が一番低くて、韓国、中国、日本で、日本の女性がこの4つの中で平等志向が弱いようになります。これがまず一つ目の、興味深いところです。で、男女別に見た学歴差っていうと、日本の差異が非常に小さい。ということで、これどういうことを言ってるかというと、後から言いますけれども、他の社会に比べて、この意識とかは非常に、日本が同質性が高いというような結果が出てきているというのが一つなんです。もう一つは、家事頻度です。これも同じ特典です。さすがに日本の男性も、これ既婚者なんで、既婚者なんで、ややアップしました。全体的にアップしてます。が、その程度はそんなに大きくないですね。高学歴女性が減ったかというと、必ずしもそうではなくて、そうでもありません。既婚者ですね。韓国も同じように見られるんですけれども、台湾の場合が非常に顕著ですね。高学歴女性の低下の度合いというのが、非常にはっきりと出てきます。中国もやや見られるんですけれども、このような結果になりまして、男性、女性ともに学歴差が低い、小さいのが、やはり日本というような形で出てくるのがこのような結果です。というわけで、これをですね、ESS の2006、もう一個前ですね。家事頻度を比較するというと、男性の家事頻度はやや上昇したということで、日本の高学歴男性っていうのは、まあ、最も低いんだけど、それでもちょっとは上昇した。それから、女性の家事頻度っていうのは、台湾と中国でやや低下して、台湾の高学歴女性が最も低いということになりますね。ですから、地位の向上とともに、先ほどから出ているように、それを外部に依存したり、買ったり、することができるということです。で、学歴差があって、女性の家事頻度の学歴差、やはり台湾とか中国で大きく出ますし、日本は小さい。こういうような結果が出てきます。というのが、ここで出てきた、まず単純に、できる結果です。でさらに、結構しつこいんで、同じように重回帰分析をやって、2006年の結果と、2016年の結果を比較してみるということになります。でこれは、Q の A っていうのは、制約割り式に対する年齢と教育の効果です。ですから、どういうことがわかるかっていうと、中国を見ていただくと最も顕著なんですね。あれの事情というところを見ていただきますと、中国は値が上がっているということは、年齢と教育によって、この意識のバリエーションはよりよく説明できるようになった社会ということになるんです。ですから、年齢が高いほど肯定して、教育レベルが高いほど否定するという傾向が、前よりも10年間でより進んだという社会だということなんです。で台湾はどういうふうにして読むかって言いますと、まあ、年齢と教育の効果は同じなんですけれども、年齢の効果はだんだん低くなってきています。ですから、年齢差はあまりなくなってきた。それから、教育のレベルの差っていうのも小さくなってきています。ということで、説明力っていうのはちょっと落ちているということは、どういうことかっていうと、この意識に対してバリエーションがちょっと小さくなっている。要するに全体的により平等な思考になって、類似性が高くなる。で差異がちょっと小さくなってきてますよ。いうことは言えます。で、同じように韓国も言えます。で、日本の場合なんですけれども、かなり説明力が低くなりました。ということで、教育による差というのも低くなりましたし、年齢による差も低くなったということで、先ほどから言ってますように、この10年間他の国に比べて変化が乏しかったのと同時に、年齢別、教育別の差もちょっと女性の間で小さくなってきたというような傾向があるというのが、ここで読める結果なんですね。で、こう、男性についてみます。中国から見ると分かりやすいんですね。
中国って2006年の時、年齢が高い人ほど平等志向強かったっていうようなところがあったんですけども、その傾向はなくなりまして、全体に教育レベルが高い人ほど、平等志向が強いと。マイナスの結果が出ますので。その値っていうのは大きくなって、さらに説明力も上がっているということで、先ほどの女性と同じように、教育レベルによって、こう意識の違いというのがはっきりしてきた社会だというふうに読んでいただくといいと思います。で、台湾の場合も同じように、なんですけど、このちょっと説明力が下がったということは、全体的にバリエーションが少なくなって、特に教育による差っていうのはやや小さくなってきてるんじゃないかということは言えます。で、韓国はほとんど変わってない。ですが、年齢差っていうのは、まあ、以前から強く出てるということもあります。日本なんですね。結局、年齢差があって、教育の差があるんですけども、やや教育の差が強くなってるんですけども、まあ、ほとんど変化がないと言っていいのかなというような社会ということになります。まあ、それについて書いたのが、ここでして、重回帰分析がありますと、年齢と教育のレベルでして、まあ、適合度は非常に教育、中国が非常に、高くなっている。ということ、それから日本ですね。年齢と教育レベルによる差異が大きくない社会になったと。特に女性についてはそう言えると。で、男性についても同じようなことをやったんだけど、高学歴層が否定的であるというのは、中国が非常に顕著に現れてきていると。まあ、こういう点で、まだ変化の途上なんだろうと。教育と年齢による差異がある程度出てくるということは変化の途上で、台湾の場合は比較的、一定の、社会の状況というのは定まっているようなところはありますね、というのがここでの、見解になります。さらに行きますと、家事頻度になります。先ほどから何回も言ってますように、日本の女性の特徴が出ます、ね。と、2006年も2016年も高等教育の効果というのを見たときにないんです、ね。ですから、家事頻度に及ぼす既婚女性ですけれども、差異っていうのはない。ただ、性別役割分業意識というものの効果っていうのがあって、これも2006年と2016年にはそんな大きな違いがなくて、肯定する人ほど家事をして、否定する人ほど家事の頻度が低いというような結果だと思います。韓国と台湾というのは結構面白いですね。2006年の時は教育のレベルが高い人ほど家事をしないし、性役割分業意識っていうのが高い人ほど家事をするというような傾向だったんですけれども、性役割意識というのの影響力が消えました。ということで、比較的、むしろ教育レベルによって、教育レベル高い人ほど家事をし、頻度は低いという傾向の方がはっきり出ますよ。で、台湾ではよりはっきり出てますよという結果ですね。で、中国の場合は両方ですね。教育レベルの高い人ほど、家事は、の頻度は低いし、性役割の意識が、肯定する人ほど家事をするということになります。ですから、ここで日本の女性の特徴が出てしまうということなんです。この4つの国地域の中でも、教育のレベルっていうのはあんま関係なくて、ということは、まあ、依然としてこの、高等教育を受けた人たちが、まあ、韓国とか台湾とほどですね、チャンスを、まあ仕事の機会だとか、ある種家事を買う能力だとか、そういうものを恵まれてないの、というようなことが言えるようには思います。まあそれが、ここの結果になります。男性についてやったのが、ここの結果になりまして、まあまあ、これもですね、まず一つは、重要なことは、
男性の、日本人男性の教育レベルが唯一プラスマイナスの効果が出ていたのが、それがなくなったということです。ですから、高等教育をする人と、受けた人ほど家事をしないというようには言えなくなったというわけで、教育レベルによる差っていうのはなくなりました。というわけで、性別分役割意識というところだけが、まあ有利になる。ですから、プラスに働くっていうか、性別役割分業意識を肯定する人ほど家事をしない。で、否定する人は家事をする。というような感じになりますね。マイナスの効果になります。ということです。韓国の場合、これはですね、ちょっと、同じ傾向は出てるんですけれども、あんまり大きな優勢が出ないというのは、ちょっとサンプル数が、韓国はあんまり調査のお金がなかって、サンプル数が少なかったんですね。そのことがあって、こういう結果になってるんだと思います。台湾の場合、これは同じように出てきますね。教育レベルが高い人ほど、これ面白いんです。家事をする方向に行くんですね。台湾の場合。それで、性役割意識が高い人ほど、しなくて、平等志向の方が家事をするというような結果になります。ですから、台湾の特徴としては、その2016年の時に教育レベルがプラスに働くようになったということですね。ですから、多分これは女性の影響が大きいんだというふうに考えられるのがいいのかなというふうには思っています。で、中国は明らかに結果が出てきました。全く影響力はなかったんですけれども、教育レベルが高い人ほど、今度は中国でできます。家事の頻度は低い。で、性役割は同じ。ということで、2006年の日本のような研究結果が中国で出てるというような結果になって、まあ、それなりに面白いんですけど、なかなか今度はまた複雑になってきたというようなところであります。で、今言いましたのが、ここに書かれて、たような表の10の A と10の B で書いた方ところでして、日本ですね。高学歴ほどマイナスだったのが効果がなくなったということですね。それから、性役割を肯定すると解除しないと、否定すると解除するというような意識との関連というのは、それぞれ出ています。で、適合度はやや上昇して、全体的に適合度は低いんですけれども、日本の場合、教育が高い人ほど性別役割意識を、に対して、否定的になって、家事頻度がやや上がると。まあ、このような特徴から、さ、先ほどの性別役割分業意識との関連から、こういうふうには読める。データは読めます。ですから、とてもこの意識が重要になってきたというような社会に転換しているというふうに、思えるわけですね。というようなことが言えると思います。というわけで、それほど決定的な証拠が得られるほどの、分析結果を得られたというわけではないんですけれども、全体的に性別役割意識については平等志向が高まっているということは明らかです。で、女性の高等教育というのは、の変化というのは、韓国、台湾、中国の場合、学歴差が大きくなりますね。日本は変化が緩やかで、学歴差も男女差も小さい。いうような国になっています。で、家事頻度は男性の家事頻度とやや上昇しています。で、台湾の女性っていうのは、非常に頻度が低下して男女差が小さい社会になってきました。性別役割分業意識の関連だと日本の女性ですし、日本、4つの国地域の男性で出てくる結果です。で、これはやっぱりこう、家族主義レジームにおける女性の機会の拡大の影響っていうのが出てきていますね。韓国、台湾の方で非常にはっきりしていて、もう少子化がどんどん進んでいるということは非常によくわかっていることですし、それが家族形成と両立しないということもよくわかっていて、その点ともよく、一致するような研究結果だというふうには読んでます。で、というわけで、まあ、性別役割、分業意識と実際の行動との関係が強まっている。特に日本の場合は、平等志向だったら家事をするし、分業志向だったら家事をしないと。平等志向だったら女性は家事をしないし、頻度が下がるし、分業志向だと家事がプラスになるというように、
意識と行動との関係で、こう、細かく分かれてくるという可能性が、高まってしまった社会というように、まあ、今のところ読めるな、ということです。ですから、変化のスピードっていうのはどうしても、緩やかになります。一つの方向に向かっているというようなことではないということですね。ですから、中国とか韓国の方が急速に変化して、これからちょっと落ち着いてくるのかもしれませんけれども、今のところ、この10年間の変化をたどったような分析をしますと、わかることであったということで、大体今まで、やってきたことの紹介と、はここら辺で終わるわけなんですけれども、まあ、簡単な参考文献と、それからどうしてもアクノレジメントがありまして、非常にたくさんの人たちが関与してきた、プロジェクトで、結果この程度かと言われると、残念ながらこの程度ですと言わざるを得ないんですけれども、以上です。どうもありがとうございました。